あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、次、氷雪エリアの2かな。ほい、マネビトを連れて出発するか。ほい、出発する。ではマネビトを目覚めさせようぞ。いいな、アゴマサリとヒヨウ。いいな、アゴマサリとヒヨウ。キエーイ。へい、出発するぜ。よいしょ。はい、行ってきまーす。あ、違う、全然降りてないし。ほい。で、氷雪エリアの、ん？ここはクリアしとるけん、次これ、雪玉渓谷かな。手に入る材料、ふわふわした毛と大蛇の牙。アイテム、ブーメランとファイアグローブ。特にないね。まあ、またこの水使いのローブで行こうかな。 OK。 雪玉渓谷1。私はどっちを使おうかな。これは切れるやつ。おお、なんだそれ。なんかよくわからんけど。え、待って、なんか雪玉転がってきたんやけど。何事？ちょっと待ってね。これは、あ、落ちた。落ちたってことは、あ、ブーメランこいつが取った。他のプレイヤーを引き寄せることができるぞ。できるぞはいいんやけど、これ一人ずつ行った方がいい感じかな。はあ、落ちた。どっから雪でも、あー、待って、よいしょ。で、ファイアグローブ、長押しで火の盾にもなる。これ一人ずつ動かんと。あ、そっか、こいつちょっと下ろして。あ、危ない。ね、一人ずつ動かんかったらちょっと一気にみんなでやられる。あ、そっから落ちてくる感じ。ほい。え、なにあれ。雪玉だけじゃないんやけど。なんか普通に巨大な岩まで落ちてくる。んで、あと、あと、おいしょ。これで、あとはトーテムで。はぁ、怖い。トーテムで進んで。いやぁ。これさ、あぁ。待って、あっこに。誰？あ、ブーメ、あぁ、ちょっと待って。うって。え、危な。今のはセーフやったんか。よし、オッケー。この雪玉はさ、あ、全然もう、ハートを取った意味ね。んで、こう、たたたたたたたっと。ファイアグローブで溶かすことはできんのかな。あれってか、どこ？これで、おお、怖い。怖い怖い。で、二人を投げとくじゃん。投げといて。どっち？あ、赤の方だね。赤の方が、こう。で、これで引き寄せると。ほんで？あ、次また向こうに投げる感じか。へい。で、ちょっと端、どっち？こっちに寄っといた方がいいんか。あの通路から多分来るんよね。で、赤が、ブーメランやから。はぁ、落としちゃった。ごめんね。ごめんね。ごめんね。うん。端っこ行っといて。んで、ちょっと一旦見送ろう。イエーイ。で、こっち来て。赤がブーメランで引き寄せると。よし。んで、あ、やっぱ溶けるじゃん。ね、そういうこと。おー、危ねえ。くそ、危なかったぞ、今。よし。ハート、ハート。ちょっとハート補充しとかんかったらやばい。よし。お、これで完璧だね。
ってことで、あとはこう。よし。雪玉渓谷に。ここももしかして雪玉渓谷ってことは全体的に雪玉落ちてくるとこなんじゃない？ちょっとねえ、そんな感じするんやけど、ここも転がってくる系？いや違うか。あ、ここなんか食台あるけど、これかな。お、ついたついた。オッケー。んで、で進んでって、よいしょ。怖い怖い、後ろ向いて跳ね返るからね。ん、これは、あ、あっちに進んでたらいいんか。なんか通路あったね。んで、これ落ちたりとかする？あ、氷の床だ。滑るパターンだこれ。ちょっと待って、ちょっと、あー、3つハート減ったよ。いや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 、まっ、ここダメじゃね？ちょっとよろしくないよ。ちょっとあそこだ。あそこだよ、トライフォース。ちょっと待って。とりあえずちょっと渡ってで。渡って、ここ。あれ、なになになに？モンスター出てきたんやけど。やば。そういうのありですか？ありなんです。あそこ食材あるよ。押しついたけど、なに？今、跳ね返ってきそうになったよ。んで？え？あれ？ちょっと待って。届かない。どう？こう？あ、ついたついた。ついたついたはいいんやけど、あっち側は？違う違う。あっこついてなくない？ねえ、ついてないよ。てか、とりあえずこれ二人で押そうか。二人で押したら、もしかして真ん中の柱がなくなる？あ、やっぱりやっぱり。あれで、あ、危ない、落ちちゃった。ちょっと待って、赤がこれを引き寄せないとダメなんだ。へい。できて、赤がブーメランだから、赤が踏まないといけないんだね。で、青が、なんてことをバカだろう。青のつもりだった、今。で、ここで青が、へい。あ、これで進める。進めるけど、も、ちょっともう結構危ない感じに。あ、ここできてんじゃん。いや、できてんじゃんはいいんやけど、向こう側、あー、敵いるよー。あー、ていうかね、これはさ、あれだよね。赤がブーメランで攻撃をしておくべきなんだよね。あれ？ちょい待って。そうそう、赤がブーメランでね、向こう側の敵を攻撃しておくべきなんだよ。ちょちょちょ。お、いい感じで、ほら、もう一匹。もう一匹おいで。ほら。いや、違うよ。跳ね返ってほしいわけじゃなくてさ。お、なんだ今の。ちょっと待ってね。これ一人とりあえず渡しといて。からの。あー、待ってー。ダメだ、ダメだ、ダメだ。そういう。待って、妖精一匹いなくなった。で、ちょっととりあえずこれで倒しておこうね、向こう側の。おーし、オッケーオッケーってことで、この子もポイッとやっといて。なんか爆弾あるね。で、赤の子がこっちに、お、いやー、方向、こう違う。よし、これで回収して、あ、ここに投げるんかなんか。ちょっと待ってね。んで、あ、ここに、
投げないといけないんだけど、あれはどうやるんだ？これバラバラになっといて、でちょっと近くですぐに担げるようにしといて。あー、間違えた間違えた。あー、やべえやべえ、ちょっと待って、ちょっと待ってね、混乱。こうしてこうしてからのこう、多分このパターンでいくから怖え。多分このパターンでいくから、じゃあ二人ともお願いねって、青だ。うお、怖いってなってなってなって、あー、間違えたよー間違えたよー、担ぐ相手を間違えた。こうでしょこうでしょ、違くね。え、ちょっと待って、青が持つ、緑が持って、あっかー、ダメだよ。あー、そっか、また最初からか、きつい。あの、みんながさ、最初の立ち位置をしっかりしとかないといけないわけだよ。ってことだから、やっぱちょっと上から順番の方がいいよね。ことで、最初の青が爆弾をこう、こっち向いて持つ。んで、緑が持つでしょ？青を。で、その次に赤がこっち向いて持つんだよ。OK？ だから、いくよ。こう、こう。こうからの、はい、間違えたよほら間違えたよ。ちょっと待って、体力回復なかったかな。はい、ハート1個1個か、きついな。ちょっと待ってね、こうでしょ、で次緑がこうでしょ、で次赤がこうでしょ、で、そっからまた最後青に戻んなきゃいけないんだよね。青が持つ、緑が持つ、赤が持って、青が、はい、お、いった、あー、よかった。で、んでから、ここね、ファイヤー、よいしょ、あれ場所が違う、こっちかな、こっちの出っ張りんとこかな、えちげえわ。この辺から、お、いった、イエス。ってことで、これでやっと進めるよー。落ちないでね。これで、ここまだステージ2か、やばいな。はい。雪玉渓谷3。ちょっとハートがあったら回収しておきたい。から、よいしょ。お、2つハートあった。とりあえず1人で進んで様子を。敵かよー。ね、とりあえず1人で進んで様子を見たいんだけど、ちょっと赤来て、ブーメランであっこのハートを回収してほしい。はい、オッケー。ついでにルピーもね。はい、5ルピー。ん、何？上、うおー、びっくりしたー。上からなんか弾が降ってくる。はい、3人で行こう。3人で。怖っ、うわー、あの雪玉以外のものも来るから怖いよね。待って待ってって犬か、ちょ怖いから。またこうやってね、雪玉の中に潜む敵マジでやめて。え、で向こうからもなんか転がってきてたね、ほら。おーし、ささささっと行ってちょっと待ってね。で、この中にハートはない。で、雪玉が行って、はい、進むよー。うわー、そっちかい。怖っ。ちょっとポイって上に乗せといて、
で、これこの子下にポイってやるじゃん。で、ちょっとこう避難しといて、で、上でちょっとね、回復回復、オッケーオッケー。んで、んで、この上にもない。はぁ、落ちた。マジか、この場所は大丈夫か。この場所は大丈夫だ。下手にいろいろ動かない方がいいんだ。ちょっと待って、グエッつった。今回復したハートがあっという間に意味のないものになってしまった。よいしょ。で、ちょっと転がってきすぎでしょう。で、タタタタタッといって、いやー、ちょっと待ってよ。いや、二人落ちたし。あー、ここに、あー、あ、ここに回復。あー、もうちょっと待ってよ。あ、ここ回復いるよ。ほら、お願い、ハート出してくれ。ない。ちょっと待って、寒気がしてきた、怖いし。で、あ、ここ、ここ赤が上じゃダメだ。赤が上じゃダメなんだけど、あ、赤が上じゃダメなんだって。だから、ね、ちょっと待って、ちょっと待って、マジで待って。これで、青を上にしてからの、ここね、食材。あ、火つけたら上に上がるんだね。上に上がって、で、雪玉はどっから来てる？あ、そっからね、オッケーオッケー。ってことは、この上は関係ないわけだ。一応、回復回復。で、ブーメランでも壊せるね。で、ブーメランで壊して、ちょっと回復アイテムがあるなら、ハート、ハート、ハートをね、回収したいの、私。どう？あった、消える前に、へい、おし。あっこなんか出てるし、また。早くメーター溜まって、ハート出るかな。あー、出た。オッケーオッケー。で、このハート回収しといて、んで、んで、これでしょ。こいつちょっと倒しと、倒せる？倒せる？メーター。よし、オッケー。で、消えた。ほい。ここ壊して、ハート。ん？なんか行ったり来たりしてるの、これ。怖っ。ちょっと待ってよ。一人落ちたって、一人落ちたって。光り輝いてるな。光り輝いてるなっていうか、ちょっと待って。ダメ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 。ちょ、ダメだよ。ちょっと待って。赤が向こうに先に渡んなきゃいけないんだ。だから、こういうことだね。ちょ、雪玉転がりすぎだし。ちょっと待って。で、赤に切り替えてからの、はい、おいで。よいしょ、オッケー。あー、危ない。で、で、オッケーだ。これで、押し、いけたー。いけたけど、雪玉警告4。体力2だよ。あ、そっか、溶かすんだ。もうパニクってるわ。あ、こっちも吹っ溶けてんじゃん。んで、ハート、ハート、ハート、ちょ、できる限りハートを。5つしかないけど、いける？これ滑り降りるパターンだ。アイテム、アイテム、ちょっと待ってね。よし、ちょっとハート、ハートをとりあえず回復していきたい。
ハートをね。あと1個。あったあった。これで。はい、とりあえず来たよ。これ何？これ。え？何今の？なんか一瞬凍ったけど。しかも体力なんかなくなったし。これで？なに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 ？あの口の中に炎を放り込んだらいい？待って待って待って、あー、ちょ、そういう、あ、普通にダメージ与えれない？あ、ほら、口の中に入れればいいってことかな、やっぱり。あー、ちょっと、あの、魔法というか、あの、くるくる回ってるときはダメなわけだね。にゃー。え、これさ、息吹から逃げれなくね？逃げれるの？待って、小回りが効くからそうしたらいいのか。怖い。で、ダメージ与えて。なんか部分部分でさ、攻撃が効きよるような気がするんやけど。どういうことなんやろ、これ。怖い。こいつバラバラになるんか。あっ、ねえ、なんかあの、ちょっと、あの、違くってさ、怖い、スピード、いや、スピード速えわ。ちょい待って、マジで待って、ちょ、スピード速いんだって、あ、こっち近づいちゃダメなんだね。超待って、体力、スピード。ウェイ。ちょ、怖い。こいつら、倒したらハートが出る。ちょ、回復させてくれ。この辺までいたらとりあえず効かない。おい、こいつはこの穴の中からは出てこんのかな。これで、え、もう半分ぐらい。この辺、どう？ほら、一応ちゃんと効かない範囲がちゃんとあるから、その辺気をつけといて、で、ダメージを与えなければ。あっちのさ、右半分が、おし、いけ、おーし、崩れ落ちたよ。あ、周りの氷溶けたね、周りの氷溶けたよ、これ。ええ、ちょっと待って、怖い。いや、え、ちょっと周りの氷が溶けたらすんげえ傍若無人になったんだけど。ちょー、しかもバックする。ちょい、何ですかそれは。待ってくれよ。いや、速いし、スピード。え、これどうやって攻撃すればいいの？普通に攻撃当たるの？このさ、後ろ向きに進んでいくじゃん。これで落ち着いてるときに、あ、え、今のタイミングかな。で、これ後ろ向きに進むんでしょ？だからこの辺で待ち構えといて、これで、あー、ちょっと待って。怖い。いや。で、この辺で、はい、これで、こういうパターンか。とりあえずパターンは分かった。こっちの方向にずーっと進んできてからの、そこで止まるんだ。いい、来い。ちょっとそうやってさ、うわー、まあ、一応法則性はあるわけだね。なんだけど、よし、これで、おー、待って、なんかのろくなった。
一瞬のろくなったよ。でこっち、あーちょっと待って、え、いや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 、法則性無視しないでよ。まっすぐじゃないの？何、もしかしてもうちょっとで体力がなくなる？そのえ、ぐるっと回る系やめてくれないかな、怖。よし、いやー体力が少なくなってきたからってちょっと傍若無人さを増さないでくれ。どう、大丈夫？どこ行った？よし、おーね、なんか赤く点滅しよる、怖い。ちょ、自由自在すぎるだろ。へい、まだか。いやー、まだか。でも多分そろそろっぽいんだけどな。ねえ。よいしょ。どう？おぉ。元気すぎる、元気すぎる、元気すぎる。ちょ、遠い、遠い、遠い。あ、よっしゃ、行ったー。やっつけた？やったねー。はい、大量のルピー。こいつずっとトライフォースの上に座っとったんやね。よし、これで。オッケー。オッケー、オッケー。ってことで。よいしょ。赤、赤。これでクリアー。で、今回は何が手に入るんだったっけな。なんか毛玉とか、ほら、ふわふわした毛を手に入れた。あの牙っぽいのいいな。雪玉渓谷クリア。よかった。あ、そっか、あと妖精一匹やったんやね。危ない危ない。あー、そして今回はこれね、爆弾とともに落ちていったシーンね。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。今回も結構苦しい感じだったな。